生放送かこれ。最悪だ、もう電波不安定だし。こんなのプロのテレビ局のさ、生中継に勝てるわけないよ。生かどうか分かんないけど。どこかじゃない、あの夕方のニュースで。夕方のニュースで、そう、うん、最悪ですよ。もうすげえ電波不安定で、この辺り生ライブはすげえきついかもしれない。アンテナが4本立ってるところと立ってないところの差が激しすぎて、なんか生放送がかなりきついね。こう見ての通り 3G だもんね。防砂林に囲まれちゃってるとこってね、結構きついんですよね。こうここでした、やっぱり。ほらほら、ちょっとこれ画面回転させよう。ちょっとこっちの方が見やすいです。俺もこっそり情報仕入れるからね。まあ、俺はまあそういう事件があったっていうのはもうニュースで、やってるでしょ。でバゲタンはとりあえずまだ反応してないですね。うん、電波、あ、テレビ局が強いんだ。俺そういうのはちょっとあんま詳しくねえから。そうなんだ、すげえな。ヒデさん何でも詳しいな、勉強になるわ。来い赤、来い。来ないです、赤が。なかなか赤が来ませんね。ブルー点滅です、ただのブルー点滅に。いらっしゃいますか。来る。あ、来ない。黄色、黄色でした。もう一回、ブルー点滅に。何もそんな持ってなくて置いとけばいいじゃん。あ、そうなの。いや、機材置いとけばいいじゃん。重たいでしょ。LT の安定するよ、ここ。とりあえず。さあ、なんか心霊現象は起きるのでしょうか。心霊現象が起きるのか、ここは。ここは起きないでしょ、まだ。その他にもだって、ここだって結構溺れてるやつとか多そうだけどね。夜か。ああ、さあさあ、ここはようやく熱暴走が解消されたので、ようやく熱暴走が解消されましたので、テロップが打てますよ。何だったんでしょう、さっきの熱暴走は。日が陰ったんで大丈夫です。やっぱり昼の配信は難しいですね。私には向いてない、私の時間じゃないです、はっきり言いますと。あ、初めて見たのいつですか、ヒデさん。湘南の海岸、まあ、これもまあそんなに有名じゃない海岸ですけど、まあ、平塚市民にとっては、あ、やべえ、地名出しちゃった。平丸市の海岸は、わりかしそんなにサーフスポットでは結構ね有名なのかもしれないですね。僕はサーフィンはやったことないんでよくわかんないですけど、
ボディーボードしかないので、多分ボディーボーダーがここ入ると多分怒られちゃうという感じのとこかな、ローカルの人なんで。わあ、でも今日は波がいいですね。でもただピークが崩れるのがちょっと早いかもしれないです。行っちゃったねまあいいでしょう。もうピョンヤンですよ、ピョンヤン市ですよ、これ。ピョンヤン市、ピョンヤン丸の中、ピョンヤンだよ、ピョンヤン丸丸って。よかった、安定してる。まだちょっとね、やっぱりこのスマホはどうやら夜の心霊配信しか向いてないかもしれない、ケンケンさん。やっぱりちょっと太陽がこう強くなると熱暴走起きやすいかなっていうところですね。まあ、なんとか今は画面が見えてますけど、私は。ちょっと俺も機材つけて。2010年、そうすると9年前ですね。9年前ですか。よし、スタビライザーに機材をつけました。もう手で持ってるのが辛くなりました。もう手で何見てんの。ああ、なるほど。あ、リオさんどうもこんにちはす。やっぱりね、テレビ局のクルーがですね、今来ておりますんで、まさにここですね、現場は。何の現場かというと、昨日 VW さんが平丸市高丸海岸、大海岸でなんか女性のドザイモンが上がったよというチャットコメントが、昨日の心霊配信の時に言われてたんで、なんだろうと思ってネットニュース見てみたら、こんなとこに、この海岸です。もうサーフスポットです。完全にサーファーの方が今波乗りをしているようなとこで事件があったんですよね。撮影しているテレビ局は、そう、俺も撮影してる。俺はもう今スマホでしか撮影してないけど、もうなかなか電波が入んなくてね、 あっちのあたりとか途中途中なかなか電波が入らない状態で、で熱暴走は起きるわ。もうどうしていいかわからない。今も若干熱暴走起きかけてるけど、下半身はね多分ないと思いますよ。それはなかなか多分なんか夫の供述によると、妻のなんだっけ、上から目線に耐えられなかったという話だそうですね。上から目線ってなんだろう、妻がド S だったのかって話ですよね。それに耐えられないって、それあれで夫は、MO じゃなかったということになります。それでだからって愛する妻を殺害するかね。なんか別な理由があるような気がするんだよね、この事件に関しては。さっきニュースやってたけど2人映ってなかった。いやだって生放送じゃないでしょ多分。さあちょっとしっかり、私はいろんな側面で、もし成仏してなかったらここで条例の儀式をやらなければいけません。緑です。え、条例の儀式はまだ日が浅いから。そう、うん、ダメだよ。 いろんな方にご挨拶する期間があるから。あ、そうなの。そうだよ。お、波乗り波乗り、いいライディングです。もう何事もなかったかのように、もう普通に一日は始まっております、ここは。ね、そんなもんですよ、みんな。
我々も自然界の一部であって、うん、たまたま相手が人間対人間だったというだけの話に過ぎず、これが海でサメに襲われたらもうそれでこそ下半身だから、最初は当初はサメに食いちぎられたんじゃないかっていう話も出てて、だからシュモクザメがもう普通にいるんでその辺に、だから俺海入んなくなったの怖いから。ハンマーシャーク、ハンマーヘッドシャークが、そう、あのトンカチのような頭してるやつが、もうエボシーワのあたりとかワンサーがいて、でも危険だから俺海入んなくなったの、それで怖いから。ハンマーって顔がビヨーンってなって、そう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 、ハンマーヘッドシャーク、ハンマーの形してる、結構凶暴なんだよ、温厚だとは言われてるけど、いやもう血でも一滴流せばもう群がって襲ってくるよ。だから人間の下半身なんてもう余裕で食いちぎれるから、サメの歯って。そのなんか変な硬いところでドンってくるわー、あんまり関係ない、そういう、うん、でもあるかもしれない、ハンマー、ただトンカチの頭してるからハンマーヘッドシャークって言われてる。え？撮ってんの？いや俺も撮ってんの、俺も撮ってる。まあテレビ局はね、いろいろとあの聞き込みはするだろう。あれあのリポーターだろう、あれ、あそこに歩いてんの、聞き込みでしょ、それ打ち合わせかどうかの。そうだから最初は当初はそういう与左衛門が上がったって言うと、なんかそっち系方面だけど、明らかに警察の捜査なので、あの首のあたりに絞めたような跡があったから、それで他殺を捜査し始めて、ですぐ夫が出頭してきて、もうスピード逮捕で、もう逮捕状今請求してる段階か、まだ逮捕とは言ってない、でもまだ逮捕状請求してるってさっきの朝のニュースで言ってたから、まだなってない、逮捕状請求するって言ってた。だから裁判所からあの逮捕状出すからさ。はい、高森さんこんにちは。どこでそんなあれがあったの、そんな形跡残さないんだね。うん。波の石にボードだけ行っちゃったんだ。取材してるね。うん、なんか工事現場の人に聞いたって分かりゃしねえよこんな。いやもう絶対あそこでしょ、あの木の、だから地元のサーファーの人が慰霊を込めてあれを建てたんだよ、あれ絶対そう、サーファーの人が多分あの組み木をしてあそこを墓標みたいにしてくれたんだ、とりあえずは。あ、だからあそこだよ、あれだよ、絶対そうだよ、だってあそこでバケタンが反応したんだもん。いやだからあの組木あんじゃん、ほら三角形のピラミッドになってる、花はなかった、これからでしょ。そうだからここはね、おそらく、おそらくどこでその犯行に及んだかちょっと定かではないけど、まあこれは今からこれから警察が捜査してる段階だから、うん、いや踏み入るってか、別にそういう報道待ちでしょ、だってテレビ局の、それは分かるじゃん、そのな動機の解明をしてくんだから、あとは実況見分してここに来てどの段階でとか。だからね、その夫はね26歳川崎市在住ですよ、また川崎かよって、平塚と川崎のこの接点って何って、神奈川県の、いやいや詳しくはないけどそんなに、川崎、神奈川、川崎と平塚ってもうイメージ持たれちゃってるの、治安が悪いって。神奈川全体かな、治安が悪いの、ちょっとカメラ持つ、バケタンはね今安定して、これ夜来たらどうなるかわからない。赤来た、昼間から、昼間から来た、赤です。うわすごい、赤来ました、赤ようやく
来てるよ来てるよ、赤が、赤が来てるってことはもう俺になんかその霊をここ現世にとどまるのが辛くて魔物化するのが嫌だから私に条例の儀式を頼んでるの。いやいやいや、頼んでない。え？頼んでない。条例の儀式は条例さんあれだ。いや、速やかに条例させないと現世にとどまって魔物化する。いや、まだ大丈夫だ、指示行くんですよ。いや、今日はふざけないですよ、全然。全然ふざけるつもりはないですけど、ただ取材に来ただけなんで。でもあんな風にあるんだね。うん、そうだから多分そうじゃないの、地元のサーファーの人がやってくれたんで、多分木をそこの辺から、それか工事現場の人があそこで。今だに生でバケタン赤見たことないんだ。そうなの、ヒデさん。テレビ局の来る行っちゃってよ。あっちにもなんか撮ってるやついるよ、ほら。あれもそうだよ、多分。いろいろ映像作るな。生放送すればいいのに。あのおじさんを撮るんだ、取材してるところ。そう、取材としてるところ、はいはい、取材交渉でしょ。あのおじさん、工事現場のおじさんを取材する映像を撮るみたいね、あれ、テレビ局が。作業の邪魔してる。作業の邪魔だよ、本当に。こんなもんさ、ただ休憩時間じゃないの。違う。取られてる、取られてる、おじちゃん夜のニュースかな、あれ。多分そうだね。あんまりこっち行くと電波なくなっちゃう。ここがさ、あれ？Wi-Fi してないの？してない、今。もうここがさ、なんか心霊スポットとかさ、そういうのだけにはしたくねえって地元は言ってんのよ。いわくの現場とかさ、地元のその関連の人。こう海って夏になるとやっぱり海水浴客は多分来てると思うのよ。うん、ただちょっとここ深いかもしんねえから。そうなんだ。うん。まあ、どっちかというとサーファー系の人たちが、まあもう今更なんだけどね、平塚自体がもう治安悪いから、いろいろ事件がありすぎ。だってあっちの皆さん知ってます、あっちの金目川河口では、まだ未だに未解決事件があるんですよ。あの金目川河口の乳幼児遺体遺棄事件がある。金目川河口で未だにまだ未解決なんです。の平塚事件多すぎで、湘南平のたもとでは犯人が藤沢のやつが犯人なんだけど、西富に住んでる、うん、そいつが高校生のバイクをさ引き殺したっていう事件もあったし、でも傷害致死でとどまっちゃってる。平塚事件が多すぎる。あとご遺体事件って知ってます、皆さん。アパートに遺体を 5人隠したって事件も平塚なんですよね。あ、そうなんだ。そう、ご遺体事件って。ああ、はいはいはい。そう遺体と、そう、平塚は本当事件多いですよ、マジで。まあ、何がそう原因させてんのかというと、民度がちょっと、まあ、低い、平塚は。もうじゃあ、もう平塚に住んでる人に本当申し訳ない話になっちゃうけど、全部が全部そうとは言いませんよ。あ、高島忠夫亡くなったの知ってますね。うん、知ってますよ。だけど、まあそう、なんつうんだろうな、平塚、厚木、こっちの湘南のこの界隈の西湘の方に向かうにつれて、どんどん治安が悪くなってるという。で、鎌倉に向かうにつれて治安が良くなってるっていう。まあ、そうは言っても藤沢駅前でも事件は起きましたからね。暴力団組長同士のこうトラブルで、相手の暴力団の組長が発砲しちゃったっていう事件も藤沢市内で起きてますから、
その事件はね、結局はその友達同士だったらしいんだけど、その組長さん同士がする、うん、それもそういう有名な事件があって、実はあのファミリー通りの前のファミリーマートで相手組長が相手のその別の組のその組長のお腹にバーンって撃っちゃって、まあ藤沢市民病院に担ぎ込まれたけども、うん、まあ大事には至らなかったっていう。もう川崎はもう別格ですよ、りょうさん。川崎は、でも今回のこの犯人も川崎市在住ですから、なんで平塚ねっていう話なの。平塚になんか奥さんとの何かの、そう、犯人は川崎の人間がここに来て、わざわざここまで来て、うん、また川崎かって、川崎国、まあまだ川崎の在26歳ですよ、石丸さん。だから平塚と川崎のこと、点と線、うん、何だろうって、点と線なんだこれ。でこの間のそのいつだかの少年がバイクで殺された事件、あれはさ、あの横浜と藤沢の人間のトラブルだから、やめた方がいいね、怒られてる。そうそうそう、そっと来たね。全然あのお、トンビが飛んでる。いいライディングだこれ。俺らの生放送があれだ。よし、疲れた。もうテレビ局だ。NHK で今日9時ですね。そう。のニュースで。そう、このここが一番有力だそうです。やはり今インタビューを受けてるんじゃなくて、僕がインタビューしたんですよ。NHK に。で、やっぱりここが有力だそうですもんね。この辺り。そうそうそう、まあさすがにちょっと映すわけにはいかないんで、カメラはまあ外してましたけど。湘南よくないよ、治安が悪いよ湘南は。はっきり言って悪いけど、俺が二十歳ぐらいの時はもう暴走族の巣窟になっちゃって、もう134沿いとか、こっちの。今はもう減ったけど、はっきりして湘南は治安が悪い。こう海があってさ、良さげなイメージがあるんだけど、治安が悪すぎる。
やっぱりは基本そうだね、墓標になってる可能性が高いですあれで。今 NHK のスタッフにバケタンの説明をしてました。今信じるか信じないかはもう別として、これが赤く光ったら幽霊がいるよって。そうだからね、やっぱりエリコジさんどうもお疲れ様です。やっぱり湘南はもし住むんだったら、湘南界隈住むんだったら清川村に住むのがベストだよ。それか箱根、箱根か清川村。ダメだよ、やっぱ藤沢駅前もさ治安悪いしさ、なんだかんだで外人が最近暴れてるそうなんだよ。この間のハブのバーで暴れた外人が警察官の銃抜こうとして公務執行妨害で逮捕されてるから、多分事件かニュースにはなってないんだけど、まあ、そういうこともあったからさ、もう本当におっかないよ夜とか。だんだんまた昔のなんか藤沢に戻ってきてるなって感じがするね。昔の藤沢のなんかちょっと柄の悪い藤沢にまたなりつつあるっていう状況です今。そう、外国人が多くなったっていうのもあるし、まあ、東京オリンピックが来年に控えてるから、それに合わせて外国人もなんか結構観光で来るようになって、まあ、もう見てる通りあっちの江ノ島なんかも外国人だらけですからね。もうネットニュースありました、藤沢の外人公務執行妨害で。だからまあちょっとしたことでなんかそういう事件が起きやすい状況がもう今出来上がっちゃってて、警察官のそのなんつうんだろう、警備がやっぱ手薄になってる部分もあるし、要は防犯パトロールがなんかされしきれてない部分もあるから、なんかやっぱり東京オリンピック難しいんじゃねえのって俺は考えるけどね。うん、ちょっとむずいんじゃないかな東京オリンピックとか。これでなんかなんかまたさ、そういう事件がさ、もう大きな事件が起きたら警察が対応しきれるのかどうか、全部後手後手になっちゃったらさ嫌だなって。住んでてお腹すいた？お腹痛くなってきた。トイレ、うん、じゃあ戻るか。まあそういう感じですね。まあ、やばい。でもよかった、熱暴走がこれで解消されたかも。NHK 必死に今日のニュース番組の9時にニュースウォッチ9だよね、ニュースウォッチ9の今収録してるそうです。 NHK 9時のニュースだから、 NHK のニュースウォッチ9、皆さん無駄。エリゴジさん今その現場にいるんですよ、上半身のみの女性のって。うん、そうこっからニュースウォッチ9ですもん。あっちか、右斜め。ブルーの T シャツが映ってたらちょっと困っちゃうんだけどな、これ映されてるかな、これ分かんない、モザイクかけてくれるかもしれない。もうインタビューされてねえからな、声が入っちゃう。ここです現場、離れられちゃった。ここなんですけど、決して僕はここ心霊としては取り扱ってないんで、そこだけはご注意ください、ご注意くださいっていうか、あくまで僕はここ取材に来ただけなんで、
まあ、藤沢っていうか湘南界隈の治安が悪いってことを現状を訴えに来たんで、配信で。はっきりして治安が悪すぎる、マジで。本当に治安悪いから、マジで何回も言うようだけど、もう湘南なんてダメだよ、もう治安悪すぎて。この組木でしょ、だからちょっと映像が、この組木が多分墓標になってると思うんで、さっき NHK のカメラマンもあっちにカメラ向けてたから、多分あれが墓標になってると思う。ヒデさんの言う通り墓標かなって。いや湘南はダメだよ、ダメダメダメ。ああ、あったって、それでこれこれこれ。そう、直美さん、あの、あれに、テレビ局の NHK のカメラマンがあれに向かってカメラ映してたから、あそこだよ、多分。絶対そう。あんなの不自然だもん、あんな。何のためにって。あんなもん立てないから、まず海に。まあ、サーファーの方が建てたのか、今ここの工事やってる人が建てたのか、それはちょっと定かではないんですけど、うん、謎だよ本当に。決してここはその心霊スポットにはならないと思います、おそらく。はっきりして毎年海の事故なんて、はっきりしてそんなこと言ったら数え切れないぐらい溺れてますから、それやったらもう切りなくなっちゃうから。海外ではよくあるんだ。じゃあ墓標なんだね、ああやってサーファーの人が立ててくれたから。ここ一応海水浴場にはなるっすね、うん。まあでもちょっと深いかな、この辺りは。お、ちょっと足が届かないぐらいのとこがちょっと多いかもしんない。あ、なんか風が安定したらあれだ、電波が良くなってきた。そうだから、それやるとね、切りなくなっちゃうから、ここはそうね、そう、サーフエリアなんで、ここ、うん、サーフエリアの、まあそこにテトラポットがあるから、もう結構深いと思うよ。あ、本当、うん、深い。ビーチバレーできる。そうだから、あんまりそういうイメージをも作りたくないとは、なんか新聞とかネットニュースに書いてあったね、こういう事件があったからって。あ、客が減っちゃうから。そう、まあでもそれ言ったら切りないんだけどね、うん。はっきりして昔の江ノ島のさ、片瀬海岸の海なんて、うちの母親が子供の時なんて絶対に近づいちゃダメって言われてたぐらい、あの雑木林のとこ、こういうとこ、ホームレスに殺されるからって言ってたよ。ホームレスがこういう雑木林の中住んでるから、この海岸線の。やっぱりその子供がホームレスに殺されたっての言ってたよ、母親が。そんだけ、あの、結構怖えんだよ、この雑木林とかも。え、まあ、バケタンが動いちゃった。湘南市と避けてくれます。何山ナンバーイメージ悪くもたいけど。そうなんだ。いやー、だけど、暑い。ちょっとインカメにしよう、人が多くなってきた。あ、そうだね、ちょっと裸の、うん、ちょっとインカメにするか。
携帯持って、ちょっとこんな機材持って盗撮とか言われるとあれだからさ、テンテンが持ったのが、うん、いろいろとめんどくせえからさ、もう今のご時世ああだこうださ、まあ、こうやってこういうこと配信すること自体もなんかさ、うん、何なのってなるかもしんねえけど、まあしょまあ、湘南の現状を訴えに来ただけだから俺は、うん、こんな治安の悪い町に生まれ育っちゃったらもう、じゃあちょっとここタバコ吸ってるわ、トイレあそこだよ、あそこそこ目の前、なんかおでん、ちょっとてんてん、おいみーちゃん、ポケファイ置いてってよ、ポケファイねえってここ配信できねえ、すげえ安定しねえ、うん、電波が安定しないねんこれ、遅延が発生するってなんだよここの本当に電波状況、本当にヤマハスタジアムで広角圏17インチの岩田と対戦です、もうこれ都会なんだここのあたり、スマホが使えねえじゃねえかこのあたりな、幽霊対策で頭丸めたの、本当本当に？あ、でももともと坊主みたいだったこんな。もう夏モードですよ。海の家とか建たないのかなこの辺りは。あ、しかしあれですね。日光浴してる人たちもいっぱいいて。今日雨が降んなくてよかったですよ本当に。そして。なんだこの灰皿は、あ、灰皿じゃねえや、ライト。スキンヘッドっすか。すごいな。俺も昔でもスキンヘッドしてたけどね、シェーバーでやるんですよね、そうシェービングクリームつけてシャーってやって、疲れた、あっち熱暴走はもう解消されたかな、遅延発生してねえよなこれ、明日雨なのかな、明日雨か、明日雨っぽいな、
西の空が結構雲かかってるから明日雨だな絶対に。今日なんか台風来るとか言っててさ、朝方やべえよとかって言ってたんだけど、全然朝全然でしたよ。もうちょこっと雨降ったぐらいで、今日の朝は。今日給料も出たのでお昼のランチ贅沢です。吉野家で台風何来んの今来てるのあれ、あっちの空から。もう抜けた、抜けてねえか。俺全然天気予報見てねえけど、あ、なってないから。あ、そういう意味か。そっかそっか。ありがとう。あ、大阪から送ってくれてる、ありがとうございます。無事贅沢ですが、基本毎晩家族揃ってティータイムがあります。お腹が痛い。俺もうんこしたくなってきたな。うんこ。今日の夜あたり。うん。風は今全然吹いてないですね。うん、全然吹いてない。今月も50ギガで契約したルーターもまだ全然33ギガだから全然あれだな。余裕で持つな、これ。俺朝うんこしたんだけどな、俺も腹いてんねんの、今日。うん、夜あたり。ヒデさんドコモだっけ。ドコモだと待機が、あ、でもギガホとかで今できないっけ。スマホが充電なくなってきちゃった。あっという間で90あったのにもう今 30% になっちゃった。早いな電力消費が。ちょっと待って、ルーターどこ行っちゃった。ルーター中にしまうとダメだ、なくなっちゃう。これあれだな、ルーターここに機材にガチャってなんか取り付けるのできるようにこう結束バンドでつけっか。これあ、ツイッターやめたの、ナオミさん。あ、そうなんだ。ちょっとあんまあれだな、ツイッターやめたの知らなかった。やめたんだツイッター。青汁飲んだらお腹痛くなったって。あ、はいはい、了解です、ナオミさん。でもなんかやめることないのにね。
昨日あたり辞めてんだ、直美さん。あ、全然知らなかった。え、なんでですか、直美さん。辞めた理由をちょっとお聞かせした、してもらった。まあ、でもいいか。言いたくない理由もあるだろうから。はい、桜本さん、はい、了解了解了解。お仕事頑張ってください。もう、あ、てんてんが知ってんだ。うん、まあいいや、この放送の場ではまあ理由はちょっと言わなくていいですよ、全然。充電溜まったかな。更新ボタン。はい、ゆうさん、こんにちはっす。電波がいきなりまた不安定になってる。なんでこれ、また電波か。本当に電波安定しねえな、ここな。移動しよう、あっちの方に。電波が悪くて、ちょっとね。じゃあ、こっちの方が電波よさ。県道横浜石原線の上りは海老名市門沢橋で1キロ半渋滞しています。首都高速道路横羽線の上りは浅田で1キロ渋滞しています。東名高速道路、そう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 、あの足切ってたとこ、そう。日本道路、まあ、ちょっとなんか、どういう場所なのかなと思って来たんだけど、今今日お家の修理はプロアームズにご相談ください。リペア技術のプロフェッショナル集団を多く揃えたプロアームズ、そうなんだよ。低コスト素早い対応はプロアームズにお任せください。横浜、東京、福島、仙台4拠点で展開する。トイレ長くねえか、あいつ。プロアームズ、お宅のみであります。から持ちね、大荷物でも軽々よ。こないだなんか子供も一緒に運んじゃってたわよ。パワフルね。いや、そう、今テンテン一緒なんだけど、なんかお腹痛くなっちゃったとか、今トイレ行ってんだけどなかなか出てこなくて、疲れちゃったのかな。あ、了解です、高梨さん。はい、了解です、石丸さん。DM ですね。了解です。全然わかんないね。長いんだよ。一回トイレ入ると、なかなかそう。お腹痛いって言ってたから。
俺も動きに動けねえからさ、応援。海の配信って結構難しいんだよね、シーズンになると。やっぱり早くもうちょっと移動したいんだよね。そっかな、疲れてるのが。でもお腹空いてるのもあるかもしれない。やはり何よりも幸せ、そして何よりも贅沢じゃないですか。そこでですね、まあスポーツの後に飲む一杯、そしてスポーツ観戦好きなあなたから、まあ試合後の一杯は最高だなとか、何々のスポーツを見るときはやっぱビールは欠かせないなどなど、まだ飯食ってない、お腹空いた。エピソードぜひとも送ってきてください。お腹空いてきたよ、すげえ。募集します。でこれすごいのが、お送りいただいた方の中からですね、新横浜プリンスホテルにオープンしているこのルーフトップビアガーデンラグビーパークのペア招待券1組2名プレゼント。ほう、頑張って。俺も疲労、帰ってきて寝てないんだよね、すげえ。だっか疲労と昨日のさ、仕事終わってからドルさん迎えに行ってさ、もう辛くて今の仕事が。もう疲れが全然取れない、マジで。大丈夫？てんてん大丈夫？え？どうした？ああ、ありがとう。ああ。え？いや、で、てんてんねえとさ、なんかカメラの機材持ってくからさ。盗撮と間違えられるの嫌だからさ。そうだからこっち移動してきちゃうの。目の前になんか水着の姉ちゃんが来ちゃってさ、もう、こっちの綺麗なお姉ちゃん。そうてんてん大丈夫って気持ちよかった気持ちよかった。すっきりした。ちょっと待って。発生してます。また遅延が、すごい電波が不安定です。ここコーヒー、あ、コーヒー、あれちょっと持って、遅延が発生してる。地面に置くとダメなんだよ、やっぱり Wi-Fi。 ああ、そう下置いちゃいけない。そう、ああ、すいません、なんかご心配おかけしちゃってね。こうやって持てないんだよかな。こうやって持てないと電波途切れることないの。ああ、そうだね。大丈夫で、大丈夫。多分あれだよ、じゃがりこ食いすぎたんだよ、多分じゃがりこ食いすぎて、この。いやー、遅延がまた発生してる。これ台風どうなったの？台風、なんかもう、これから抜けちゃうんじゃないかな。温帯低気圧になりやすいんだよ、こっちの方って。これ台風の影響だったの？昨日は。うん、多分。そうなの？アンテナがこう立たない。 UFO キャッチャーでなんかじゃがりことなんかチョコレートいっぱい取ってさ、それくれたん
演所になんかスタッフに出てくるあの方がビヨーンって伸びる、ね、そうそうそうあそんなわけで今日はもうあれだね、もうここのまあ行ってみたけど、まあまあ何事もなかったかのように一日が過ぎてっちゃってます。海開きとかねそういう時期じゃないしね、まだね。いやもうすぐで7月からだもん。そうだけどなんかそれらしく混み具合じゃないから。うん。まあ平日だしね、うん。まだ夏休みにも入ってねえし、学生さんとか。まあそんなわけで。化けたんね、うん、赤になったけど多分違うもんだと思うんだよなこれ。昨日バリアモードってなんか言ってなかった。ああバリアモードってあるの。あこんにちは坂上さん。バリアモードってなんか赤になった時にここ長押しすると、うん、バリアモードが晴れるんだけど、うん、どうやって疲れないようにとか、うん、多分そんな感じだと思うけど、それはなんかどうかなって。今日は2時30分、うん、あ、千葉の方なの今台風。もう行っちゃったでしょあっちの方に。行っちゃったな、うん、結構早いね、うん、いやーもう寝不足です。坂上さんも非常に眠くてもう停電するからね、またね。そう、いやちょっとまあ今日は昼間だけど、いわくとなりかけてる現場に今日来てみましたけど、よろしくお願いします。決してここは心霊としては紹介 しませんので。どうですか、ちょっとね港未来はね、はい、やや了解です。直美さん、日差し隠れてきてちょっとさっきの12時過ぎぐらいよりは、はい、了解です。ちょっとしてきたかなという感じですが、眠いっす。もう帰ります。もうちょっと帰って、まあ、でもまだ快晴で、はい、あの暑くて汗かいちゃうぐらい、あごめん、はい、海日和な天気となっています。いや、はい、そしてどうして私が今ずっと大浴場にいるのかと言いますと、今日からここでスマートビーチプロジェクトという素敵な取り組みがスタートするからなんです。今日はお疲れ様でした。もう帰ります。もうとりあえず心霊配信のための待機があるんでもったいないんで、これ、ラーメンか。あ、もう海開きなの。マナー向上の、あー今日そうなの。いや、お疲れ様でした、皆さん。なんとか、あの、もう、充電もないので、これで配信は終わりです。お疲れ様でした。充電がというか、待機がもう、そろそろなくなっちゃうんで。てか、この短時間で髪の毛パサパサなんだけど。いや、海だから、ここ。すごいね。どうもお疲れ様でした。そしてあの子供用のライフジャケットの無料貸し出しもあるって伺ったんですけど、ちょっとダメだ、帰って寝ないとダメだもん。危ない。もう睡眠 2時間ぐらいしか取ってないから。パパとの香りがする。そう、貸し出しを行っておりまして、予約が不要ですのでどうぞお気軽にご利用ください。いやー、みんな、なるほど、また心霊配信の時は YouTube の方でやりますんで、まあ電波がない時はキャスでっていう感じで。いやー、我々はとある計画をこれから立てようとしてるんで、真の落城日にツイキャスで突したいと思いますんで、あそこはツイキャスライブじゃないとできないんでね。YouTube、え？もう言っちゃう。もう言っちゃう。ツイキャス。あとテーマパーク行きますよ。そう。ツイキャスライブじゃね、電波が立たない。
真の落城日。ツイキャスライブで多分忘れちゃうと思うんですけど、真の落城日は1ヶ月後なんで、1ヶ月後っていうか、まあもう1ヶ月切ってるけど、またツイキャスでその時はやりますんで、 YouTube ライブはもう電波不足になると配信ができないんでね。あー血が出てきた。あ、引っかきすぎた。刺されたっていうか、血が出てきた。じゃあすみません、皆さんお疲れ様でした。では失礼します。お疲れ様です。本当電波悪いな、ここな。ということでスタートしました。今年は6つの企画を準備しておりまして、そうです、そうです、旧暦です、ここ。あれ、コーヒー。ずぶ濡れ決戦、鉄砲ウォーズ、それから、海に親しむ水泳大会、旧暦、退院暦の方に。ライフラーブと遊ぼう。それから、次回なんではないんですけれども、小坪漁港の地方の方で、でもなんか、展開を予定しております。ドルさんの師匠のパルさんがその真の落城日行った時の話を昨日車の中で言ってたんだけど、何も起きなかったって言ってたんだよね。え、言ってたんだよ車の中で。ドルさんの師匠のパルさんがね、真の落城日に行ったんだって。そしたらなんか何も起きなかったって言ってたんだけど、何も起きなかった。そう、わかんない、うん、でもその時はたまたま起きなかったのかもしれないし、多分時間帯にもよるんだと思うけど、わからないけど、まあ、我々ちょっと行ってみますんでよろしくお願いします。今日言っちゃっていいんだか分からない。いや、まあいいよ。では失礼します。ではお疲れ様でした。ではまたね。